ウルフソンカレッジは、ケンブリッジ大学を構成するカレッジの一つで、学生の大半は、大学院生である。このカレッジは1965年に、ユニバーシティカレッジとして設立されたが、ウルフソン財団の寄付により1973年に、ウルフソンカレッジとして、再設立された。ウルフソンは、ケンブリッジ市内中心部の南西、大学図書館の近くにある。 ケンブリッジの中でも近代的なカレッジの一つであり、その他の古いカレッジが持っている伝統的な監修がない。例えば、カレッジの設立以来、フォーマルホールのディーでフェローのために確保されているハイテーブル席はない。学生とフェローは一緒に食事をする。通常では、そのような場合にアカデミックガウンを着用する監修があるが、ウルフソンでは必須ではない。 フェローもカレッジの学生もすべての施設を利用できる。70カ国以上の学生を要するウルフソンは、ケンブリッジで最も国際的な大学の一つであると主張している。男女の区別なく、学生とフェローを受け入れた大学発のカレッジである。第二次世界大戦後、他大学を卒業して、ケンブリッジ大学で研究を始める学生が大幅に増加した。 そこで大学はこれら学生を受け入れるために1965年にユニバーシティカレッジを設立することにした。カレッジは1909年から1937年まで大学で動物学の教授を務めたジョン・スタンレー・ガーディナーによって20世紀初頭に建てられたブレドンハウスを土台としていた。彼が1946年に亡くなった後バートンロードから セルウィンガーデンズまでの細長い庭のあるブレンドンハウスは大学に寄贈された。その後、ケンブリッジ大学がその東側の敷地をさらに購入した。ユニバーシティカレッジは古典主義者であるジョン・シンクレア・モリソンを初大学長に迎え、1965年6月30日に大学院生のためのカレッジとして開校した。当時、ケンブリッジ大学にあった 学部生向けのカレッジは全て男女別に運営されており、このユニバーシティカレッジはケンブリッジ大学で初めて学生とフェローのどちらも男女の区別なく所属できるカレッジとして認められた。ユニバーシティカレッジは創立当初から国際色豊かで平等主義的な教育機関を目指しており、伝統的なケンブリッジのその他カレッジとは一線を画していた。 カレッジの創立証書には、10年以内に基金を設立するか、解散するかのどちらかを選択することが定められていた。1972年、ウルフソン財団は寄付金を提供し、ブレドンハウスとカレッジの東コートと西コートを中心とした建物の建設に資金提供すると同意した。これを受けて、1973年1月1日、 ユニバーシティカレッジという名称はウルフソンカレッジに改称された。建築家マイケル・メニムが設計した新しい建物は1977年にエリザベス女王2世とエディンバラ公爵によって開校された。カレッジの建物のほとんどは近代的なものだが、キャンパスのデザインは2つのメインコートを囲むよう建物が配置されており、 ケンブリッジ大学におけるその他の古いカレッジのデザインに似ている。本館のエントランスホールの床には古いロンドン橋から採取した花崗岩の薄切りが使用されている。その後、さらに建物を建てられたり、近隣の不動産が購入されることとなった。1980年代にはカレッジの西側にあるビビアン・フックス卿が所有していた家と庭を購入した。 カレッジの北側にあるプランマーハウスも、カレッジの創設者であるヒュー・プランマー博士の遺言により、カレッジに残された。敷地所有の許可を受けたことで、ウルフソン・カレッジは、多くの新しい施設を建設することができるようになった。その他にも、フェアリー・ディッキンソン財団や戸田財団からの寄付も、受けている。1990年代には、キャツビー財団の支援を受けて、カレッジは、 西側のエリアを購入し、そこに理事長センターに加えて、さらなる居住区を建設した。1994年にオープンしたリーセンティー。図書館はシンガポールの実業家で、事前家でもあるリーセンティー博士から寄贈された。リーセンティー博士は、リーセンティーホールの建設資金も寄付した。図書館は建築家のブルーワー、スミスブルーワーによって設計された。 1>, 1階のエントランスには、北京天文台の屋根の上にある球体の模型が展示されている。2階には、リー博士の父であるタンスリリーコンチャン氏の郷像がある。図書館は60以上の静かな作業空間で構成されており、12月25から26日と1月1日を除き、24時間無休で営業している。カレッジは、大学図書館から歩いて、すぐの場所にある。 2018年2月、学長庭園で第二次世界大戦の不発弾である手榴弾が発見されたことから、カレッジの学生がリート書館といくつかの宿泊棟から避難した。負傷者は出ておらず、その装置は実弾がない練習用の手榴弾であることがすぐに判明した。20世紀前半には現在のカレッジがある土地の多くは、 セルウィンガーデンズの家々が所有していた庭園で構成されていた。カレッジの発展に伴い、ポーターズ路地の外にあるクワの木などの自然のランドマークが特徴として残された。庭園には様々な種類の樹木、香りのする干木、針葉樹、さらには色とりどりの茎を持つ個性的な干木などが植えられている。カレッジの庭市長は時折、 地域の関係者団体に庭園のガイドツアーを提供している。夏の間、ウルフソンは NGS オープンガーデンネットワークの一環として庭園を一般公開している。ウルフソンカレッジはケンブリッジ大学内の他のカレッジからの訪問者を魅了するエンターテインメントイベントやパフォーマンスで知られている。これらの活動にはフォーマルディナー、コンサート、ダンスナイト、音楽ディスプレイなどがある。 カレッジの中心にあるクラブルームはカレッジバーとダンスフロアのスペースを含み日中はカフェとして利用されている。学生のための主要な共同スペースであり多くのエンターテインメントイベントの会場となっている。ウルフソンカレッジボートクラブは人気のある団体でウルフソンはケンブリッジでも想定が最も強い大学院カレッジの一つである。ありがとうございます。